左から、ザックライダー、エッジ、カート・ホーキンス・ジ・エッジ・ヘッズは、アメリカ合衆国のプロレス団体 WWE に登場するユニットである。カート・ホーキンスとザックライダーで構成される。もともと、エッジ・ヘッドとは、エッジのファンを指す故障である。2007年5月1日にメジャーブラザーズとして、ECW でデビューした。その後、RAW にて行われたドラフトによって、 スマックダウンに移籍。しばらくベビーフェイスとして活躍してきたが、あまり人気が出なかったため12月に行われたアルマゲドンでエッジの勝利を手伝いヒールターンした。それまで二人はブライアンメジャー、ブレッドメジャーと名乗っていたがこれを機にカート・ホーキンス、ザック、ライダーと名乗る。その後もエッジの手下としてエッジの恋人でもあり。 ゼネラルマネージャーのビッキー・ゲレロと共に活動している。2008年7月のグレート・アメリカン・バッシュで WWE タッグチーム王座を獲得するも9月26日に行われたスマックダウンでカリーとプリム・コロン組によって同王座を奪われている。そして2009年の追加ドラフトでライダーは ECW に移籍し、ホーキンスはスマックダウンに残留したためタッグ解散となる。 その後ライダーは大幅なギミックチェンジを実施した後 ECW 解散に伴って RAW に移籍。ホーキンスは最小覚悟、バンスアーチャーのタッグ結成を経てシングルプレイヤーに転向していたが2011年4月のドラフトでホーキンスが RAW に移籍し再び同一リーグの所属となる。そして5月12日放送の w WE。 スーパースターズで行われたウラジミール・コズロフ戦で苦戦するライダーをホーキンスが援護する形でタッグを再結成し、翌週放送の5月19日にはサンティーノ・マレラ、ウラジミール・コズロフ組と対戦した。またその際には実況のスコット・スタンフォードによりメジャーブロースキーズ、ブロースキー・ブラザーズとかつての兄弟ギミックにちなんだタッグ名で呼ばれていた。WE。 ありがとうございます。